会で。あ、言ってます言ってます。僕国会質問でもこれちゃんとやってますから。モータースポーツの未来を語ろう。はい、はい、今回はですね、はい、特別ゲストをお招きしまして、モータースポーツの未来をね、ここの筑波サーキットでとことん語ろうという企画になっております。別に筑波サーキットじゃなくてもいいよ、まあ、他のスタジオでも。そうですけどまあできたらクーラーの効いてる ね、そうね、自然の感じ。年寄り大事にしろよ。あとここね、うるさい。まあ音がちょっとね、賑やかね。どうぞ、もう大谷さん賑やかね、うん、早速ゲストの方をお呼びしますよ。はい、いいですか。はい、ではですね、お呼びしたいと思います。元 F1 ドライバーという異色の経歴を持たれております衆議院議員の方で、Tが入ってる、Tが入ってましたね、今ね。危ないやつじゃないの。大丈夫です大丈夫ですよ。自由民主党モータースポーツ振興議員連盟の事務局長も務めていらっしゃいます山本左近さんです、はい、よろしくお願いします。モータースポーツ事務局長、 F1 ドライバーで、うん、国会議員なんていないでしょ。いないでしょ。ほとんどいないんですね。ねはい、世界にもいないんですよ。いはい、まずは山本さんを知るために、はい、山本さんの人生で起きた、ね、出来事を4つ取り上げてみましたので、はい、見ていきたいと思います、はい。まず最初はこちらになります。1994年、11歳の時にレーシングキャリアをスタートされています。はい、最初キャリアスタートしたところの話なんですが、はい、中島悟さんが引退された後に、通過でレーシングスクールを立ち上げる、しかも F1 ドライバーを作るっていう育成プログラムを見つけて、あ、自分にとってはもうこれだと思って申し込み書を自分で送ったっていうところからキャリアをスタート。そこからなんです。もともとなんでこうレーシングドライバーになりたいと思ったんですか。あの、私の母がレース大好きで、そうなんです。それでただ僕が男の子だったので、絶対に自分が好きだっていうことをバレないように隠してたんですけども、ある時僕を置いていけなくて、F1 を見に連れて行ったのが、まあ、運の尽きで、で僕もそこで、まあ、こういうふうに走ってる、F1 を見て、そのスピードや音や匂いや、また観客の熱狂とか、はい、もう全部が自分の中ではかっこよくて、もうその金網しがりつきながら見てたことを今でも思い出します。ですね、その時あの土屋圭一さんはご存知でしたか。もう土屋さんもちろん知ってます。ドリフトキング、ドリキンという土屋さんでした。もう憧れですよね、はい、憧れですって。テレビが回ってるからだよ。そうですよ。最初に出たレースは何だったんですか。そのカートのレースでした。カートのレース、はい、でじゃあそこからカートを何年間か。そうですね、カートは18歳までやりまして、で免許取ってからいわゆるこういうフォーミュラカーの4人のレースに移っていったっていう感じ。そしてですね、2001年に全日本 F3 選手権に参戦されまして、はい、日本人最上位の4位の成績を残されましたね、うん、本当になんかすごいですね。あのゴールデンな道を最初からずっと歩いてらっしゃる感じがね、うん、ここまでは予定通りだったんですよ、うん、この19歳までは、なるほど。でここから僕はそのヨーロッパに行って、ヨーロッパの F3 っていうレースに出るんですけども、まあ、ここで僕の中で非常に大きな挫折をしまして。あら、そのなんでですか。レースがまずこうレベルのヨーロッパの高さっていうのはもちろんあるんですが、うん、それ以上に自分がどうしても結果を出したいっていう思いでこう焦りがそのミスを生み、でミスを挽回するためにさらに頑張ろうと思ってさらにミスして、でどん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 自分が自分で自分を追い込んでいくっていう負の、まあ、マイナスのスパイラルに入ってしまったっていうことと、あとやっぱりこう一人暮らしっていうのを初めて、しかもヨーロッパでいきなりしたっていうことで、まあ、英語もね、そうですね、語学環境も英語かね、最初はドイツだったんで、ドイツ語も全然わかんないんで、そういうふうに一人ぼっちっていうのをいきなり経験した時に、自分がやっぱりまだまだそれにこう跳ね返せるほどの準備ができてなかったっていうのもあって、レースもうまくいかないし、プライベートというか自分のその生活もうまくいかないということで、非常にこう自分が一番落ち込んだ挫折を味わった時期なんですが、それをこう2年過ごした中でも最後にその自分がレースは諦めるかどうか、もうこの先やっていけないんじゃないかなと思った時に、あれほど反対していた父親が、お前だったらできると、最後まで挑戦し続けろっていうふうに背中を押してくれて、それでまた自分の中でもう一度自分の中で区切りをつけようと思って、2004年にまた F3 日本で走ることになりました。そして戻ってきて全日本 F3 選手権で見事初優勝されるんですよね。
そこがすごい。この時は本当に自分のこう自信がもうバラバラに砕け散った、もうガラスの破片が飛び散ってるような時ところから、やっぱりもう焦らず今の自分を受け入れようと思って、一つ一つのこう積み木を積んでいく作業をもう一回この1年でやらせていただいて、でその時にそれで結果が出なかったらもうボカレースやめようというふうに自分の中でも覚悟を決めて臨んだ1年だったんですが、その時にやはりこう初優勝をすることができましたし、またこれまでにみたいに順調に来てた時よりもやっぱ一度壊れたものをもう一回作り直して勝った時の方がやっぱりその幹が太くなってたなっていう思いがありまして、ここですごく自分の中では自信をつかめましたし、本当ので、不安に向けても自分の人生を覚悟を決めて取り組んでいこうというふうに改めて思い直すことができたっていうのがこの時の初優勝で、自分の中で覚悟が改めて定まったって感じです。2006年24歳で当時日本人最年少で F1 ドライバーとしてデビューされます。すごい、ありがとうございます。これはもう嬉しかったですか？嬉しかったですね。あのまさにこの F1 チームは鈴木あぐりさんがチームオーナーで、またエンジンはホンダ、またタイヤブリヂストンという本人、そして僕のチームメイトが佐藤拓磨さん、本当に日本人ドライバーが2人 F1 で同じチームで走るっていうのは、もしかしたらもうこの時が最初ですけれども、なかなかその後もまだない状態が続いてます。まあそういう意味で僕のデビューっていうのはシーズンの途中でこうデビューになったんですが、それでもやはり夢にまで見た F1 の舞台に日の丸を背負わせていただいて、あのグリッドに事実上立てた、スターティンググリッドに並んでる時に立てた時は本当にその興奮したことも覚えてますし、本当にここまで来るにあたって応援してくれた皆さんの顔がすごくこうグリッドで思い出せましたし、ただレースはヘルメットかぶったらどれだけ自分が速く走れるか集中して戦ってました。 F1 はやっぱり全然違いますか？全然違いますね。やっぱ乗ってみるとそのパワーやまだ止まるスピード、減速 G だったりとかコーナリングの速さとか、あとは非常にもっともっと細かい精度でドライビングを突き詰めていかないとタイム出てこないので、ね、もうみんなね名だたるプロの、ね、ドライバーですから、その中でなんかこう圧倒されるというか、そういうのはどうだったんですか？いやそうですね、やっぱりただ F1 ドライバーに来る人たちはみんな自分が一番速い、自分が誰よりも速いんだっていう思いでここに集まってます。それで自分のパフォーマンスを最大限に発揮して次のチャンス、毎レース毎レース次があるかどうかわからない環境だったりもしますので、これが今日が最後のレースかもしれないっていう思いの中で、思う存分自分のレースをしたいなと思いながらも、やっぱりうまくいかない時もあるしミスしてしまう時もありますが、それでも全力で、いやでもね、そうやってレースずっと皆さんやってる方たくさんいらっしゃるじゃないですか、その中でも本当のトップじゃないですか、ここにはどうやったらいけるのかなって多分みんな思ってると思うんですけど、ズバリこの F1 レーサーになるためにどうしてもこれはやっとかないととか、こうすればなれるよみたいなことあるんですか？もう先ほども話した通り、全ての要素が噛み合わないとそこにはたどり着けないんですが、それでもやっぱり F1 に向かって行動し続けることは僕は大事だと思ってます。僕はそのレースと関係ない家族に生まれて、で自分でその F1 ドライバーになりたいって思った時に、その思いに対して僕は一歩足をこう踏み出すことができた、でそれを後押ししてくれる方も皆さんもいらっしゃる。でもその足を F1 に向かってやっぱり歩み続けるっていうのは結構覚悟もいるし、その環境としては厳しい環境にどん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 近づけば近づくことになりますけど、でもその中でも最後まで諦めずにやっぱりこう挑戦し続けることっていうのが、必ずなれるかどうか分からないですが、やっぱり自分で諦めてしまってはなれるものもなれなくなってしまうと思うので、そこの気持ちの部分がいかに折れずに最後まで戦えるかっていうところが一番大事な要素なんじゃないかなと。土屋さんはねずっとツーリングカーですけど F1 乗りたいと思ったことはないんですか？全然ない。あ、全然ないの？全く興味がない。そうなんだ。 F1 は見るもの。だからもう僕なんかはスーパー GT とかルマン24時間まで、なるほどね。何が違うんですか？やっぱこう自分が尊敬する高橋邦光さんが乗ってたものがその箱車であったり、ルマンの車であったりっていう、その自分の憧れだよね。
そうだからこういうものにはあんまり興味なかったよね。 F1 はテレビで見る。なるほどね。あのズバリ F1 ドライバーって儲かるんですか？儲かる人もいますし、うん、でも逆に儲からない、まあ儲からないこともないですけど、いやなんかね、ただやっぱりこの自分で生活環境を整えたりとか、まあ、あとやっぱりトレーナーを雇ったりとか、やっぱり自分ので自分の環境を整えるっていう意味では出費も多いですし、そのお金のかかるスポーツなので、例えばシューマッハとか多分当時50億でタイガー・ウッズと並ぶぐらい長者番付でしたし、今の F1 ドライバーたちもチャンピオンまでなると非常に高額になりますが、そこに至るまでっていうのはなかなかその金額的に儲かるかって言われて儲かりますって言い切れるほどの金額じゃないかなと思います。現役時代モテましたか？女性にモテましたか？それはそうですね、うん、これモテるって言った方がいいんですかね。モテない言ったらいいじゃん。いや言わないとなんでモテないのかと思ったら、はい、みんな憧れないから、はい、でも本当に F3 とかの時でもそのフランスの田舎町とかのそのレースで泊まるじゃないですか、本当に村の民宿みたいなところもあるんですけど、レストラン行ってチームユニフォーム着てご飯食べてると、え何しに来たの、いやレースで、え君はドライバーなのっていう、そうだよって言うと、分かったすごい頑張ってねって言って頼んでないフォアグラが出てきたりとかそういう風にやっぱり皆さんこうやっぱりレースに対しての、まあ、リスペクトだったりとか、それだけでもね、はい、まあ、ヨーロッパならではのね、そうですね、はい、そういったところありましたね。モータースポーツでね、やっぱリスペクト具合が違いますよね。やっぱ文化としてとっても根付いてるなっていうのは感じましたね、はい、確かにそうですよね、はい、そうしてですね、続いては2021年、今度変わりと変わりまして39歳、衆議院議員に初当選されます。これすごい、はい、すごい転身ですよね。そうですね、これどういう思いで？はい、これもまさに僕がレースをやってファンドライバーだったってことはすごく実は関わりがあるんですけども、やっぱり僕は19歳から30歳まで約10年間を海外で生活していて、はい、で日本をずっと外から見ていました。ただ2002年から2012年の10年間って外から見てると日本がどんどんこう落ち込んでいくような10年を経験したんですよ。当時12年前人口減少とか高齢社会とかそういうものにを気づいた時に、これからの決まった未来の中で未来の将来に生まれてくる子どもたちが日本に生まれてよかったって思える国になるためには何を変えるべきかなって考えた時に、一番変わってないように思えた政治を中から変えて未来を日本のために働きたいと思ったって思いで、きっかけで政治というところに挑戦をさせていただきました。もうはね、39歳で初当選、すごいですよ。その衆議院議員ですよ、はい、ね、すごいよな。でこういうね、現役に一番近い方が入ってくれるのが強いですよね。でもね、うん、まあ、僕はみんな車好きじゃないですか。車の税金って高いじゃないですか。高い、うん、もう5つも6つもありますよね、なんか関連税金が。あれなんとかなんないんですか、あれ。いや、おっしゃられる通りで、うん、やっぱりちょっと今の税金の体系って複雑ですし、ね、なかなかその額もその割合として高いんじゃないか、特に諸外国に比べて高いんじゃないかっていう声もいただいてます。でその中でやっぱり僕たちとしてっていうか、僕のこれは個人的な考えなんですけど、今こう車もそのエンジンの自動車、ハイブリッドの自動車、また EV の自動車、水素燃料電車っていういろんな形が出てきている中で、本当に使っていただいている方々皆さんに納得していただける車の税制の在り方っていうのを、やっぱりまあ僕たちは昨年も議論しましたし、まあ、今年も議論しますけれども、やっぱり納得できる形っていうのを、公正な形、お願いしますよ、やっぱり作っていくのが一つの僕の使命でもあるかなと思ってます、ね、だって車買った時にさ、まず税金取られるでしょ、うん、でも例えばこれ冷蔵庫買った時も取られるかわかんない、はいはい、でその後取られないじゃないですか。車は買った後がさ、毎回、ね、いや重量税だ何だぜとかね、税が多すぎるよね、多すぎる、高すぎるよね、ヨーロッパ見てみろって言うの、本当だよ、だから あそこは何とかしないと、確かに燃料代もね、税金入ってますし、ね、電車なんかとんでもない額だよ、税金が、ですよね。
まあね、そんなあのこともやっていただきたいんですけれども、はい、今自民党のねモータースポーツ振興議員連盟の事務局長さんを務めていらっしゃるということですけど、はい、具体的にはどんなことをされてるんですか。はい、あのこのモータースポーツ議連は、ええ、主にこう日本って自動車大国であること、うん、有数な自動車大国にかかわらず、やっぱ自動車を使うもしくはその文化としての自動車文化っていうのはまだまだ浸透してないだろうといったところがやっぱり出発点になりまして、うん、この自動車文化をもっともっとこう盛り上げていくっていうところがこの議連の一番大きな目的になります。はい、で具体的には例えばモータースポーツについて言えば、近年ですとあのラリージャパン WRC を日本で開催したりですとか、今年東京都でフォーミュラ E っていう電気の自動車レースを都市型でやりましたけれども、こういったものを開催するときに開催するとどうにあたって、やっぱり各行政での、まあ、壁といいますか、はい、今までやったことのないことがいっぱい出てくるので、そういったところは割とこう主催者さんがこう当たる壁っていうのが出てくるので、そういったところを我々議連としてその各省庁との間でそのすり合わせをしながら、いろんなその壁を乗り越えていくっていうのがやはり我々の議連の一つ のやってきたことでもあります。それは素晴らしいですよね。いやでも大したことじゃないな。そう大したこと。いや、それよりも大谷さん、いやそれよりもやっぱりさ、はい、なんか例えば古い車のね、うん、さらに税金をかけられちゃうわけじゃない。まあね、さっき言ったね、はい、日本の車の伝統を守るんだったらみんな古い車を大切にしてるにもかかわらず、うん、古い車だって急に高くなる。なんで旧車は税金高い。あれあの13年の重課税という形になってまして、あれが実は導入された時というのはエコカー減税とセットだったんですよ。要は当時エコカーと言われるあのハイブリッド車とかそういったものを買い替えの促進を促すためにエコカー減税、うん、でも減っちゃったたら減っちゃった分でそれじゃあやっぱ良しとしないので13年経ったらその重課税っていう風な仕組みが生まれたっていうのは経緯を聞きました。そうですよね、はい、あれおかしいよね。絶対おかしいですね。でやっぱりこれも昔はその耐用年数というか、うん、あの買い替えの年数が10年ぐらいだったんですけども、今もうちょっと伸びてきてて、それこそ買い替えが13年、14年、15年ぐらいになってきたので、これをまさにそういう理屈で言えば、まあもっとじゃあ20年までにとは何とかしようと。いやでもそれよりも、あれは物を大切にしてクラシックな車を乗るってことは日本の文化でもあるわけじゃない。そんなこと無視してたらとりあえず税金取ったらみたいな。旧車の税金をどんどん上げてって日本人が持てなくなって、アメリカ、ヨーロッパから買い付けに来て、日本人が乗れないっていうさ、で持ってかれちゃうけどもね。そうなんですよ。なんとかしてよ。いやこれはぜひ皆さんで一緒に取り組みましょう。やっぱり僕らも、そうだよね。皆さんと一緒になってやっぱり動いていかないと、こういったものは変えることはできなくて。応援しますよ。あぜひとも。だからこういう旧車を大切にしよう。こういうのは日本の文化にとって大事なんだっていうのをやっぱりこう皆さんで一団となって守っていくんだっていう、やっぱりこのエネルギーといいますか、モメンタムをこう作っていくと、我々としてもよしじゃあやっぱり変えていこう、変えるために何が必要なんだ、どういうことをやっていこうかっていうふうな、その機運を高める必要があると僕は思っているので。それは簡単だよ。そうですか。国交大臣に左近だよ。はい、はいじゃなくて、はい、いやあのいろんなご意見があると思いますが、その多分これからの先の自動車産業をこう考える上でやっぱり僕が大切にしてるという今一番取り組んでることっていうのは、エンジンを残したままちゃんとカーボンニュートラル、うん、脱炭素ができるかどうか、ここが一番大きな日本のやっぱり自動車産業においては一番重要だと思っていて、でその意味で言うとガソリンをそのまま使い続けてたらエンジン車は悪だってずっと言われちゃいますけども、このガソリンを合成燃料といった水素と二酸化炭素から作られる、まあ、脱炭素燃料に切り替えることで電気自動車いらなくなるんですよ。別に電気自動車じゃなくても、うん、その合成燃料を入れて今ここにある車にそのまま入れれるんで、うん、でそのまま走ってもらえればエンジン車であってもカーボンニュートラルの実現できてますよね。それ言ってよ国会で。あ言ってます、言ってます。僕国会質問でもこれちゃんとやってますから。じゃあさ、はい、ね、今電気自動車に充電するフル充電よりもガソリン代の方が安いと知ってる、はい、そうなんですよ。そうなんですじゃないんだよ、言ってよ。やっぱそういうのをやっぱりさ、左近がどんどん世の中に訴えていって、そうすれば俺らは
あ、佐久間まともじゃん、応援しようってなるじゃん。もちろん、はい、やっぱりね、レースよりも一般の方がやっぱりどれだけ生活の中で車が重要視してるかってことじゃないですか、うん、はい、で特にね、地方なんか行っちゃったらさ、だからそういうことに対してやっていくことがいいですよね、と思う。もう本当に生活の足がまさに自動車なので、うん、今自動車、今運転できる人の話ですけど、でもだんだん高齢者になって免許返納もしてくださいっていうふうに進めてる中で、じゃあ山の中で本当に高齢者の皆さんが自分で運転をしないっていう選択をしてしまった場合には、もう家から出られなくなっちゃう、でそうすると生活ができなくて病気になられちゃったりする、そういうのはやっぱり良くない。やっぱりそういう意味では自動運転も技術はもっと進むべきですし、その社会の環境としてやっぱり自動車の果たすべき役割っていうのはもっともっと重要になってくると思うんですよ。だから僕みたいな、その東大出身でもない、官僚出身でもない、世襲でもない、その自動車産業というかモータースポーツから来た僕だからこそ言えることがあるんじゃないかなと思って。世襲はダメだな。やっぱさ、なんで鈴木アグリが左近を応援するか分かった、やっぱ孤軍奮闘で何にもさ裏添えがなかったわけじゃん、ね、誰かが押してくれたわけでもない、権力があった人間が押してくれたわけでもないわけじゃん、一般の我々庶民がさ、こう左近を当選させたわけじゃない、だからその辺はそのトンブスの立会長とか鈴木アグリがすごく頑張ったわけよ、だからそういう中でやっぱり国会で力を持ってほしいね。そうですね、ありがとうございます。確かに本当そう。そしてですね、まあ、今日たくさんお話を聞けたんですけれども、最後にですね、山本さんの土屋さんで一緒にサーキット出したことあります？ないよ。F1 ドライバーと山のドライバーだよ。いやちょっとね、今日お二人に走っていただきたいなと思って。俺はだって左近の方が絶対有利じゃん、 GR86 だもん。俺のなんか AE86 だぞ、1984年製の。えってことはレースってことね。え、競争というか一緒に。いやこのレースに行ったらそんな一緒にランデブーなんてきっと行っちゃうでしょうよ。そんなないよね。ね、レーシングドライバーですよ。俺なんか見てる人面白いじゃん。そうだよ。ね、地上波でこんなことやんないよ普通。まあね。あ、じゃああれしよう。ルマン方式で。あ、走ってって。ルマン方式。ね、それは若い方が有利だよ。この暑さであれやるんですよ。じゃあお願いします。はい。ありがとうございます。お願いします。改造車買取専門店。改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。はい、ではですね、山本さんと土屋さんによるサーキット走行でございますよ。楽しみですね。どうですか、お二人とも今の心境は。僕は久しぶりにサーキットを走るので、はい、ちょっとこのレーシングスーツも久しぶりに着てちょっとドキドキしてます。スーパーアグリ F1 チームじゃないじゃん。じゃなかったんですけど、これあれどうしたの。いや、まあ家にありますけど。あれかっこいいじゃん。あれ持ってきた方が良かったんですかね。そりゃそうだよ。とは言ったらこれもう日の丸ついてますね。ついてます。ああ、そうだよね。日本をね、背負ってますから。そうですよ、うん、じゃあ行きますかね。行きますか、はい、ちょっと改めて車ちょっと、はい、はいはい、車ね、はいはい、サコンさんのは、はい、今時の GR86、はい、ね、2.4リッター、はい、で、僕のは、うん、僕のレプリカの、うん、AE86、1984年製。ウェルトキングの土屋圭一さんとこうやって一緒に走れる機会って、ね、多分今までなかったんで、僕はそうやって嬉しいんですよ。そうやって俺をおだてといて、このスタッフのこのスタッフのこの見え見えの差が俺は気に入らない。じゃあまだそれなんかあるんですよね。はい、そうなんです。今日ですね、このイベントに、来ていただいた方の中から抽選で、道場走行を引き当てた方がいらっしゃるわけですよ。はい、ちょっとその方と、ね、どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何、はい、ちゃん。はい、萩原あゆなです。何歳？17歳です。おー、17歳。高校生です。免許持ってないですよね。免許なしです。すごい。で、道場走行。道場走行ね。で、僕が、アイナちゃんを乗せるから、はいはい、そうすると、俺が不利になるから、で、サコンさんには、はい、お母さんを乗せていただきます。お母さん、ね、お母様。これで、2-2で、2-2で。私もですね、わかった。はい。なるほど。これでまあちょっと差は縮まったから。なるほど。はい、はい、じゃあとりあえずね、行ってみますか。乗り込んでください。はい、はい、わかりました。お願いします。お願いします。あ、お願いします。食べたら行きます。よーし、さあ
ってる、上がってる。大丈夫だな。物を言わせてやがる、うん、ああなるほど。そうだ、2周目で1回抜きましたよね。あ、それはね、うん、その左近が、うん、そのお客さんたちに見せようとして、うん、インを上げてくれた。なるほど、なるほど。いやいや、もう普通に抜かれました。あ、そうですか。やっぱこう皆さんがね喜んでくれる、うん、はい、あ、そりゃそうだよね、うん、そうそう。いやでも本当に光栄なことです、うん、こうやって土屋圭司さんと一緒に横に並んで走らせていただく機会を、うん、今日いただけたことが本当に心底嬉しくて。どうでした。まあもちろん車も違いますし、うん、あの早い遅いではなく、やっぱり土屋さんのその運転をこう真後ろからとか横から見れるっていう機会が今までゼロだったので、うん、まあ、こんなになんかこう運転を車を面白いようにご自身の手足のように動かせる方っていうのをやっぱこの垣間見れたんで、さすがだなと思いました。なるほどね。自民党を操っていういやだから、ね、でも久々にサーキット走られていいですか。いや、やっぱり1周目から気持ちいいですね。もうスタートしてすぐ最初思ったのは、思ったよりスタートが伸びなくて、あれ1コーナーまでにこれ抜かれると思って、やっぱその時にいきなり逃走本能バンって出ちゃって1コーナーも並走して、うん、あのいけるなと思って、まああのちゃんとラインも開けてくれてたんで、まあそこをこう、なるほど、ね、どれだけ滑るかわかんないけど、うんうん、そこを行くっていう感覚が、まあ、久しぶりに思い返しました。ところが2周目からなんかまた違う感じが見えたんですけどね。やっぱ1周目でなんとなく感じを掴んでるから、はい、そうですよね。あ、そうですね。なんか2周目からね、ちょっとなんか掴んできたなって感じがしましたよね。まあ1周目は僕初めて走るサーキットでしたし、うん、車も初めての車だったんで、うん、まあちょっとどちらかえそうな部分もあったんですけど、でもだんだん慣れてきて、はい、いや僕ね、うん、今までになって一番面白かった。おお、ね、今までの出演者がかわいそうだよ ね、 ねでもね、ああいうふうにさ、はい、なかなか競わないじゃないですか。まあね、うん、すごいやっぱり2人がさ見せてくれてるから、ね、まあ、見てる方として、ね、すごい楽しみましたね、うん、さあ僕はてっきりですよね、こちらの美人親子がね、うん、出身してるかと思ったんですけど、まずお嬢さんどうでした。
感動しました。同じ車とは思えないような自分も迫力乗ってるんですけど、うん、ここまで動かせたらとっても気持ちいいんだろうなっていう。怖くなかった？車が車じゃないみたいな動きをするのが本当に驚きました。お方どうでした？いやもう最初のやっぱりそこのスピードカーブ曲がれるのかな、怖くて怖いよね。めちゃめちゃ怖かったですよ。俺なんか土屋さんとかね横に乗ってると怖いから目つぶっちゃうもん。でもね、お母さん、後で聞いたら2週目からこんなもんかなって慣れてきましたって言ってたんで、もう言葉が出なくて最初も黙って。いやでもね、これ女性の方が強いよね、うん、男性の方が恐怖心みたいなのあるけども、うん、群馬の女は強いんですよ。ね、ね、イニシャル D の聖地の女だから。そうですか。そう、これは強いよ。強いですね、はい。もうなんかあれですか、お嬢さん、この機会に将来ね、レーサーになると思ったんじゃないの？そう、なれるんですか？自分がなれるとは到底思えないような動きをして。まあ、今できなくても、やっぱりそこに向かって一歩ずつステップを踏んでいけば、たどり着ける可能性あるんで頑張ってください。いつかは絶対ああいう動きをしたいです。ね、よかったですね、よかったですね、はい、いや、ほんとほんと、はい、いや今回はですね、特別ゲスト山本左近さんをお迎えしてお送りしましたが、お二人いかがでした？改めまして、いや、なんか久々にこうやってね、うん、F1 の時のそのインタビュアーと F1 ドライバーとじゃなくて、今こうやって会ってね、はい、またその衆議院議員になって、うん、モータースポーツ部の事務局長でしょ、はい、だからもっともっとこれからもね、うん、その日本の自動車文化とか、ね、モータースポーツをどん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 こう浸透してヨーロッパみたいにしてほしいですね。そうですね、テリーさんどうですか？いや僕は本当にね、うん、税金を安くしてほしいな。税金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 、はい、じゃあ最後の佐藤さん、はい、今日は改めてお招きどうもありがとうございます。先ほど私も含めてこれからの日本について、自動車も含めてやっぱりこう国の基幹産業ですので、しっかりと産業だけじゃなくて文化も、うん、皆さんと一緒に盛り上げていきたい、そういう思いでありますし、今日は土屋圭一さんと一緒にこのサーキットを走れたっていうのは僕の一生の思い出の一つであることは間違いないね。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。